あえて紹介しないという形でいきたいと思います。ケープを買いました。最近めっちゃケープ使うから、いいお洋服、あ、いっぱい買いました。あずいのジュリアちゃんに選んでもらいまして、あ、あとメディキュット。メディキュットがすごい大事。これめちゃめちゃ使うから、何枚か買っても足りないの。いいお洋服は見つけ、ジュリちゃんセレクトあります。てか基本的にジュリアにどっちがいいとか聞く、でこっちがいいみたいな、こっちじゃないこっちじゃないって言って選んでもらうんだけど、1枚はもう100選んでもらった。選んでっつって、トムこんばんは、ツキーちゃんこんばんね、こんばんざい。キュービギツネ、なんて読むのこれ、漢字がちょっと読めないな。何回か見てはいただいただけの人です。こんばんは、ありがとうございます。ちょっと頭は悪いので漢字の読み方だけ教えてくれたら嬉しい。三橋さんこんばんざい、いいケープですね。でしょ、フリフリのワンピースは買ってないんだけど、でも近いものは買った。いやメディキュット大事よ。なんかいいメディキュットあったら教えてほしい。これはなんか高圧力、超高圧力って書いてあるからこれにしました。それでサイズ間違えて L 買っちゃって、こんな足長くないなと思いながら履いてたんですけど、なので新しいのを買いました。しかじかこんばんで、かぼちゃん、皆さんに秘宝がある、私からのお知らせがあります。メイさんのね、いつも可愛いですね、ずっと、あ、嬉しい。今回はオレンジ色のチューリップを描いてます。チューリップオレンジネイルです。可愛いよね。私も今回のデザインすごいお気に入りなんだ。あのこことここはお花チューリップ描いてて、どこどこどこだ、ここか、こことここには、あの見えないと思うんだけど、インスタに、すごいインスタも見にくいけど、なんかリアルなお花が入ってます。で、あとは銀色とシルバーとなんかオレンジ系にしてます。キュービコさん、キュービコ、キュービコ、うん、これ以上細くしたら足が鉛筆になっちゃうね。ビャン、皆さんに秘宝があります。悲しいお知らせ、鉛筆になりたい足、秘宝、秘宝、新しいコーナーができた。もうコーナーで生きてるよ。やっと一個治ったと思ったらまた新しいのができて、ショック。コーナーできた、最悪。キャン君こんばんざい、こんばんざい。コーナーができました。ジェリアからのコーディネートをみんなに教えないでおくね。スカート、ちょっと今のジュリアの格好は当たった当たった。そう、この辺できました。ヘロー、ライトさん、ヘロー。卒業はしないよ。おう、そう、猫アレルギーにはなってない。ツイッターフォローありがとう、嬉しい。あとで見とく。チョコラ BB を鬼のように飲めば、鬼のように飲むね。昨日言ってたのと違う、全然違うとこ、ここ次はベロリできました。ここにできました。ビタミンいっぱい入ってる。これが今日々の生きる勝手ではないか、エネルギー源。ああ、くっせんだよね。ビタミン取るしか、取るよ、ブラボー。ミケンタン、メイちゃん、メイだよ。
証言さんこんばんは。ジリアさんまさかまさか。粒めっちゃでかいの。めっちゃでかくない？アウトな格好してる。パパこんばんは。こんばんは。まさかニヤ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 してるやん。ミニツベイと同じだ。まあまあ嬉しい。お母さんが送ってくれた。あまりにもあの口内できすぎだよって言われて送ってくれた。ケイトレモン飲まなきゃ。シミチやんヤッホーヤチピヤー。シミシミモンダミンもやってるよ。やってるけどできるの氷河くん。ペンギン先輩って誰？ペシパンって言われる。面白いそれは。壁ジンジャンボヤッホーこんばんだい。ジャンボやジャンボネイチャーメイド。そんなあなたにできサルチン。できサルチンって何？生活リズムのせいなの？最近はちゃんと夜にお風呂も入っていい生活してるんだけどな。たくまやほ誕生日プレゼントはキレートレモン。ケース買いかな。ケース買い。まさかのパターン。ベロにできちゃった。しかもできたてほやほや。ネイチャーメイさん。ネイチャーメイちゃん。これで私の新潟遠征の服装は決まりました。メイちゃんこんばんざい。クラモンこんばんざい。辛いもの食べてあえて口内炎をいじめていこうぜ。やだよもう痛くてしょうがないんだから。でも今日辛いもの食べちゃった。目のメイク変えた。今日は裸眼です。裸眼ガンガン。あそうだ、新しいコンタクト買った。なんか今日はいろんなものを買いすぎて。一個紹介するよ。私がプラザで買った。新潟に遠征するんですか？はい。痛い痛いだね。痛い痛いですね。俺もいっちゃん見たく街中で偶然めいちゃんに会いたい。そう今日すごかったの。びっくりした。街中でメンバーに急に。今日ジュリアとお買い物行ってたんだけど、遠征の準備のために。そしたらたまたまだよ。本当に急にジュリアが叫ぶから何かと思ったら目の前にまず島田がいて、えっと思って。そしたらもう勢ぞろいだった。びっくりしちゃった。いいだろう、いっちゃんに会いました。下に住み着きやがって。家賃ほんと家賃払ってるし。マジ口内炎にはやっぱり裸眼裸眼。今日はデキサルチン口腔粘膜疾患治療薬軟膏。えでもまずそう。味方くさんこんばんは。こんばんは。 HK こんばんは。遠征します。チュア棚卸春菊ヤッホー。メイク用品を買いまして、まず1個目これアイムミミアイムスティックシャドウシマーってやつ。アイムミミの01番。新しいメイク用品ってテンション上がるよね。え土日とも傘マークはやばい。漢字読んだ漢字読んだ漢字読んだ。いでまるさんこんばんは。新潟楽しみだよ。楽しみにしてて。あシール貼ってあるの気づかずに引っ張りました。今私はこちらですね。今日も一日お疲れ様。ありがとう。こういうスティックタイプの昔さ100均で同じようなの買ってたけど断然発色が違かった。めっちゃ可愛い。アイライナーです。アイラインアイシャドウのスティックアイシャドウと
もう一個アイシャドウ買いました。私新しい、なんか今使ってるやつのシャドウの色味が欲しいやつがもうなくなっちゃったから新しいやつ買ったんですけど、明日明後日に東京出張して来週に新潟出張します。それはすれ違いすぎる。これですね、新しいシャドウを買いました。どこのコスメなんだろう、中国コスメなのかな、分かんないんですけど新しいの買った。全然開け口が見当たらん。開け口が見当たりません。皆さんどうしたらいい。全然開けない、開けれないよ。みんな どっかしらにねこれがあるはずなんだけど、あったあった、あ、これ本当に、みんなに見せてあげたいのに、みんなに見せてあげたいのに石川県の衛星したい、したいよね、メモしたい、石川帰りたい。全然開けさせてくんないじゃん。どういうこと、早くみんなに見せてあげたいんですけど開く気配が一つもありません。あ、来た来た来た。なおくんこんばんざーい。来ました。おりゃーってやめて。あかにゃちゃん、こんばん、こんばんは。パケがマジ、メイクは女性の特権だよ。でも男性もメイク今するからね。全然不思議ではないけど、全然出てこないね。どういうこと、パケがマジ可愛いんです。カットキンの C11、 こちら新しく買った、わざとじゃ、全然全然、もう今すごい焦った。プリントさんこんばんは。すごいめっちゃ過剰放送みたいになってる。こちらですね、新しいアイシャドウ、これがマジで可愛くてみんなに早く見てほしい。あ、ちょっと鏡がまだちゃんと閉まってる。色味がこんな感じです。え、可愛すぎ、思わず買ってしまったアイシャドウ、かわいい。え、めちゃんこかわいい。かけちゃんこんばんざい。めっちゃかわいくない？多分中国コスメなのかな、文字が中国っぽい。超かわいい、とってもかわいいよね。これめっちゃかわいくない？なんかこことこことこことここはもうラメで、ここと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 はマット系のやつで、で多分ここはもうハイライトになるタイプの、まあ、私ハイライト別のやつ使ってるんですけど今。マジ可愛くてテンション爆上がり。でも明日はメイクする予定ではないので、まあ、ちょっと使っていきたいなと思います。明日か明後日から。可愛いマジで、
なんか一個一個一応意味みたいなのもあるみたいなんですけど、本当に可愛くてしょうがない。可愛い、超可愛い。可愛すぎて今テンション上がったっていう私のコスメ天上げ、天上げだよ、そう、月一天上げコスメレビューでした。レビュー、私が買ったコスメたちでした。つかちゃんやっほーこんばんざい。欲しい、ぜひおすすめです。私はイエベなので、多分しっかりと判断したわけではないけど、多分というかほぼほぼイエベなので、青み系が似合わないので、こういうオレンジ系をよく使ってます。ブラウン、オレンジブラウン。仕事します、頑張って、キュービッコさん頑張って。うん、爆買いだった今日。これはマジで見た瞬間にこれは買うと思ってもう買いました。赤系のイメージだけどオレンジ系も素敵。リップ、今日のリップはオレンジ系、オレンジブラウン、ブラウンオレンジ、オレンジブラウン、結構ブラウン味が強いやつですね。昨日で誕生日で50歳におめでとう。 Happy birthday to you。 頑張ります、頑張れ。天上げの天マスだよ。なんせこんばんざい、こんばんざい、ありがとうございます。ささやめです。今日はこんな感じ、もうロープにで行きました。もう暑くてくくっちゃいました。服も今日は今着替えちゃってるんですけど、今駒村ゾンビになってるけど本当は違う服でしたよ。ちゃんと別の服着てた。50歳頑張ります、頑張れ。早く50歳のつかちゃんに会いたいね。明日の方が配信早いかも。明日はねメイクできないから、どうしようか悩んでる。私バンバイ、あ、いいの。ちょっとだけ前髪が短くなりまして、7月7日のライブのチケット明日発売だよね。買うから七夕会えるの嬉しい、やったー。ゆうさんこんばんざい、お疲れ様です、お疲れ様です。スタートだねもうスタート。今日買ったやつ正直全部で 何を買ったかあんまり把握はしてないので、ちょっとここから整理はしなければいけない。お洋服、夏服を買いました。大人っぽくなるぞっていう気持ちを込めてね買ったんですけど、ほぼほぼ朝日ジュリアに選んでいただくという、まあ安心安全の策ですね。七夕にワクチン接種して、最近みんなねもういろんな人が打ってて、体調気をつけてね。本当はみんなに見せてあげたい気持ちはある。でも見せたらつまらないでしょ。あと歯磨き粉買った。女神様が会いたいって言うから会いに行くよ。会いに来て。今日特典券販売してないんだ、残念。今日今日はしてない。クリニカ、クリニカ、あと歯ブラシ、これで東京にライブに行けるね。さくらめるさんから忍者ももらえる。ウケる、めるって喋ったことないんだ。ケーク
あと私はずっと実家の時からクリニカのイメージ。ウィズパッパヤホー。あとこれはゴム、プラスチックゴムと普通のゴム。あと瞬間接着剤。割と6月の誕生日にちゃんとあげちゃって、7月18日何あげようか悩むけど考えるのが楽しい楽しみにしてよ。メディキュット、なんかグラマラススパッツってやつがあって、それ破いちゃって。私それは夜寝るときにも使ってるんだけど、なんか遠征とか時によく履きます。こっち系は見たことがない。特になんか移動時間とかもこっちの方が脱ぎ着しやすいから、こっちを履いてることが多い。新潟の午後の撮影会いろいろ知らないけど楽しみにしてます。そう、今日は私は服を買いました。これで新潟への準備も万端だね。スパッツやばくなってハードね。なんか爪とかで開いちゃうんだよ。なんかストッキングと一緒だからさ、ビッていったらビッていっちゃうの。いっちゃった。何着ぐらい買っていいんだろうな。すごい、でも系統的にはなんか今までになかったような。この紙、この袋の色すごいね。こちゃんこんばんだい、こんばんだい。かわいい、いっぱい買ったよってお話してきた。まあ、夏服1個も買ってなかったし、なんかこういう機会じゃないと買わないので、今日はもう一気に買おうと思っておしゃれさんを連れてったので大丈夫だと思います。だからサロが着ない色味とか買ったからちょっとドキドキですけど、特に新潟の撮影会お楽しみに。お風呂どういう系統？ブランドの服？いや全然安いやつばっかり。私は基本的にシンプルな服を買いました。あんまりガチャガチャしてない服を好むようになりました。別になんか昔はなんかもう原色とかなんかロゴみたいなガチャガチャしてる感じがすごく好きだったんだけど、今はもう全然だね。お店は決まってない。結構なんか大きいところに行っていろんなお店が入ってるから、そこ回ってチュンチュンチュンって感じですね。でも高いやつは高いやつですごいいいけど、安いやつはいっぱい買えるっていう利点があるよね。イシポンこんばんだい。体調崩しててやっとく。大丈夫？治ったならよかった。歯磨き。ゆきちゃんママゆきちゃんやっほーこんばんざい。であとはそのメイク用品を買ったよっていうお話でした。本日ゆきちゃん今日はストロベリームーンだって。みんな見た？見てない方はぜひチェックやです。ようチェケラ。遠征の準備、遠征準備しないと。行けなくなっちゃう。入院してました。そうなの？大丈夫？最近安原の配信来る人入院してる人多いな。月綺麗だった。でっかい。何も見てないわ月とか。帰るとき月見てないね。月なかった。
家族が月の写真送ってくれました。月だよっつってだからあ月って思って、なんかロックしてこうギュッて明るさを下げると月が綺麗に撮れるんだよっていうツイートがいっぱい流れてきたから、それを教えたの。そしたらなんか変わったのか変わらんかったのかわからんような写真が送られてきた。阪神の末っ子のピンポン宣言、ピンポンのガチャガチャあったからあげた。結局甘い。無事に生還しました、おかえり。ということでね、あさってはもう新潟公演ですよ皆さん。新潟でワイワイしたいと思います。ワイワイ、ワイワイはできないのかわかんないけど、ハッてハッてしたいと思いますのでよろしくお願いします。来られる方はねぜひ楽しみましょうね。かゆっかゆっ、 OK、 せーかん。新潟はね早いね。そんなこと言ってたらもう7月18日になっちゃうし、メイさんがおもちゃあげたってことはワイもあげていいってことですよね。ダメです。え、違う、たまたまだったの。なんかそのお仕事の終わりにふみとしおりとご飯食べに行った時に会って、で2人がやるって言うから、じゃあメイも100円出すよっつって、300円でしょ、だからガチャガチャに。びっくりしちゃったよ。落書き先生ありがとう。いいえ、こちらこそ。ゲットしてくれてありがとう。もうすぐ今日が終わっちゃう。もうすぐ今日が終わる。お誕生日おめでとう。やり残したことはないかい。自由と語り合ったかい。いける、恋をしたかい、一生忘れないような出来事に出会えたかい。そうじゃ、みけんたんのために得点あげてあげたいよ。帰ってきて、パニックパニックパニック、ワニワニパニック。結構ね今回の戦争はなんか色によってあれなんだけど、アリが10匹ありがとう。ウィッチキラーリードールさん、こんばんは。動画で次あげたらできんって言われたから解禁かと思ってたのに。そんなにないよね、でも言うて。ああいう系のなんか音が鳴るおもちゃのやつ見ないからさ、びっくりした。メイレナのセンス、わーいわーい。赤い戦争を選んで正解だったよ。落書き先生めっちゃ嬉しかった。本当によかった。赤描くのなかなかなくてすごい新鮮でした、気持ちが。ゆみけんたんおめでとうだよ。ハッピーハッピーハッピーバースデートゥーユー。ただいま戻ったとあります。お仕事お疲れ様。キュービッコさん、ゼロがやばい。やばいよ本当に。ビタミン飲みまくろうかな今から。明日から泊まりだから京都届かなかった、日曜帰ってくるまで見れなかった。お、ちょナイスタイミングだね。愛ちゃんはいろいろ探してるやつを教えてくれたから探します。あでもね本人喜ぶからね。なんていいタイミングで届いたのか。新潟で振ってください。はい、ということでね、明日は金曜日なので私公式担当なので公式ルームの配信もやるのでよろしくお願いします。お願いします。ということでそろそろ配信の方終了したいと思います。明後日は新潟ワンマンライブ、そして28日がレニーですね、で対バンライブがあります。29日がリリーベだね。皆さんぜひ遊びに来てください。春日奈こんばんざい、こんばんざい。行ってこないの逆にこんばんざい。
はい、ということで今日も京都で配信ありがとうございました。めいちゃん、落書き戦争を描くときにどんなイメージで描いているの？最初になんかテーマは決める、ある程度の、ここにこういうの描いて、なんかシンプルなのにしようかなとか、おしゃれな風にしようかなとか、お花系とか、結構そういうのでイメージしてから描いてます。だから結構系統はその時によって違う、なんかその時ハマってるものとかによって結構センスはなんか違いますね。シール使ったりする時もあるし。メルタン大好き、ありがとう。センスチキも、センス持ってチキ取る、取ろうね。おもちゃ探すよりもメイさんの優先だかな。そういうの、あともうちょっとで私も誕生日なので大人になれるように頑張りたいと思います。ということでありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバーイ。安原メイでした。バイバーイ。ストロベリームーンみんな見てね。バイバーイ。あ、キングとメイタンドリアン、どっちの本当？バイバーイ。おやすみなさいでした。バイバイ。お疲れ様でした。ありがとう。ブラボー、のどちゃんありがとう。ラブチ、ラブチありがとう。バイバイ。あとめいでした。バイバイ。